分子細胞生物工学研究室の栗田です。この研究室では静電気や大気圧プラズマを生命科学に応用する研究を行っています。こちらが一般的にイメージされる静電気の写真になってますが、これは本研究室に在籍していた女子学生の髪の毛が静電気力によって逆立っている写真になります。これは電荷を帯びた髪の毛に静電気力が働いているということで、このように力を働かせることによっていろいろな物体を操作することが可能です。もう一つのキーワードでありますプラズマは物質の状態の一種です。水を氷から加熱してあげますと液体の水、それから水蒸気になるわけですが、そこにさらにエネルギーを加えるとプラズマという状態になります。このプラズマという状態はイオンと電子に電離した状態を表しています。この状態ではさまざまな化学反応が誘起されることが知られています。こちらは油の中に水滴がこのように行ったり来たりしているわけですが、この水滴は直流電解によって帯電した水滴が空論力という先ほど説明した静電気力によって動いているビデオになります。プラスかマイナスかどちらかに帯電した水滴は電極に向かって移動するわけですけれども、この水滴が電極に触れると極性が反転して今度は逆の方向に移動するわけです。我々のグループではこの水滴の内部に細胞や DNA だなどの外来分子を封じ込めることによって、その外来分子を細胞の中に導入できるということを発見しました。こちらは遺伝子導入、すなわち形質転換された大腸菌の青いコロニーが示されています。こちらの顕微鏡写真は哺乳類、すなわち人の細胞に抵抗タンパク質を発現する遺伝子を導入した結果になっておりまして、細胞がこのように抵抗を発している様子がわかります。このような研究は生命現象の解明だけではなくて、再生医療やあるいは農林水産分野など幅広い応用が期待されています。次にプラズマの応用に関する研究についてご紹介します。プラズマというとあまり身近に感じないかもしれないですが、宇宙の 99% はプラズマと言われています。このことから真空の方がプラズマというのを発生させやすいんですけれども、我々の研究室では大気圧で発生させることができるプラズマを応用しています。この大気圧プラズマの特徴としては、電子温度のみが高くてイオンや中性粒子の温度が低いという特徴がありまして、簡単に言うとこのように触っても火傷しないという特徴があります。大気圧低温プラズマの医療応用に関する研究例について紹介したいと思います。こちらに示しますように殺菌や防腫用効果、すなわちがん治療、それから火傷の治療、それから虫歯治療、外科手術における止血などにこの大気圧低温プラズマが応用される可能性が近年高まってきました。研究を始めますと物理や化学、生物、それから英語など幅広い分野の知識が必要になります。ですので皆さんには好き嫌いせずに幅広く勉強していただければいいかなと思っています。